プレーナンバー 4-33 大阪ガスキックオフ、キッカー3番。試合時間残り35秒。大阪ガスタイムアウト残り2回。得点差5点。オンサイド失敗。大阪ガスオンサイドキック、ゴロキックによる自らのボールの確保を狙いましたが、ホークアイ17番が抑え、ホークアイの攻撃権となりました。